さとね、まは、私たちはチェルです。はい、というわけで、はい、本日はいつもと景色が違うんですけれども、はい、違います。私たち普段ダンスやってるじゃないですか。やってます。バリバリ。バリバリやってるじゃないですか。はい。ただ、アクロバットはどうなのか。どうです？やったことない。ないですよね。やったことない。ないですよね。アクロバットの力は私たち皆無なんです。拍手なの。私たちもアクロバット習得したら、もう、無限な可能性をさらに引き出せるんじゃないかということで、今回は体操もやられているという YouTuber さん、ひなたゆいちゃんに来てもらいました。こんにちは、ひなたです。お願いします。というわけで、ゆいちゃん、以前にここ、あ、ここトランポリンの場所なんですよ。トランポリンの場所。ひなた忘れてた。ここでバク転をしてる動画を私見まして、めちゃめちゃすごいなということで、今回私たち3人にゆいちゃんのバク転方法を教えていただきたいなということで、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。運動神経いいからできるよ。それは別なんですよ。ちなみにどんぐらい体操やられてたんですか？体操は中学2年から高校3年生まで。すごい。ゴリッゴリの。私も久しぶりだからできるかわかんないけど。いやいやいや、しかも今日2時間しかないから、2時間の中でバク転をできるようになるかならないか、あの皆さんコメント欄で想像してみてください。はい、というわけで、では早速やっていきましょう。それではレッツチェッカー。いやマジでこれでさ、骨やったらマジ笑えねえから。確かにそうだよ。よし、じゃあちょっと飛んでいきます。めっちゃ楽しい。楽しいよね。じゃあもう早速ちょっと待って、できるかな。
ビーチ状態な感じでそれをこなしていくの。後ろに飛ぶのが怖いと思うので、はい、下にモフモフのマットがあるのでそこに移動しましょう。はい、プラスやん。次はですね、はい、後ろに飛ぶ恐怖心をなくすために私がやるのでそれを真似してみてください。はい、やりました。これをやってね。はい、おお、これを練習してみてください。はい、いきます。はい。なんか、くつろいでます？なんか、ぼうかしてるような。なんか、これ映えるんだけど。いきまーす。怖っ。あっ、そうそう。やられるか、これ。起き上がる。マジでダサいんだよね。大丈夫？手届く？大丈夫ですか？大丈夫ですか？誰か助けて。ねえ、マオ、ま、ないです。よし、起き上がれた。行きます。はい、おー、ナイス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 。これが一番どうかしてる。これが多分ね、これ最初なんでしょ。ことね、大丈夫、ことね、ことね、大丈夫。こっちだよ。はい、足を持ってきすぎちゃってるから、太ももピーンってした状態で行くのがいいかも。わかりました。おお、いい。埋もれて、余計埋もれてません？ゲームの世界みたいよね。床を見る感覚を覚えてください。はい、頑張ってください。はい。大丈夫か。大丈夫か。ちなみにジャンプしている感覚はこんな感じです。取りながらジャンプすんな。静止画。キッズたちも応援してくれてるよ。知ってるよ。全然やってよ。諦めてません？ピンク。あ、タイムリミットまであと1時間でございます。マジでやばい。イエーイ。足、足頑張れ。待って、摩擦ひどい。トランプ。
プリンで練習してたら1回回転してから後ろに行くっていうのがいいよって言われたので、場所を移動して1回転して着地する練習をしてきます。戻ってきました。めっちゃ成長したから、絶対できる、怖がらなければ。はい、うん、待って、ほんの本当に。ありがとうございます。才能です。
です。いやいや、ゆいちゃんとお姉さんと応援してくれたキッズのおかげで、みんなをなんか仲間につけた感じで、めっちゃ感動のドラマ。わかるわかる。皆さんもトランポリンしたかったら、ケトエア東京に皆さん遊びに来てください。はい。そしてゆいちゃんのチャンネルの方も概要欄に貼っておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録して動画も見てください。お願いします。お願いします。ということで、この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS もフォローお願いします。お願いします。以上、チャガロひなたゆいでした。